皆さんこんこにちは大樹です、えー、先日、えー、北見で講演会をやったらですね結構アドラー学んだことありますとかっていう人がいっぱいいたんですがでもなかなかね、えー、分かりづらい実践しづらいっていう声も <laughs> 聞きましてまず根本はこれなんだよと。 その「褒めない叱らない」ってやつなんですけどね褒め,ない褒めない叱らないのは何でか褒めるも叱るも価値観の押し付けだからです厳しい方すればねで。要は自分の価値観に合ってる時は褒める自分の価値観から外れてる時は叱る同じことやってるんですね。えー、相手に価価値値観観自分ののを適用し押しし押付けようととてるとでアドラーはねあのー 学習させてあげてくれっていうわけそれはそうですよね。お父さんお母さん上司のね考え方がどれだけ正しいとしても自分で自分で学ぶことが大切だし、そして、えー、お父さんお母さんと子供は違う時代違う人間関係ね、えー、違うことをやって生きていくわけですからお父さんお母さんが思っている考えていることが必ずしも正しいとは限らないだから自分で学んでほしいしそれから自分で学べるようにしてあげてほしいとで根本これだけね、えー やってみるる振り返るこれだけですこれをさせてあげてくださいと何であれだから自分がやりたいことでもやってみたらいいかなやってみたらどうなるんでもいいからやってみるで振り返るやってみる振り返るの中から成長させてあげてくださいとその時にポイントがあります一つは自分にとってどうか他人にとってどうかね自分の気持ちはどうか他人の気持ちはどうかね自分に起こることは何か他人に起こることは何か。で それを踏まえて次のことやってみるっていうサイクルをぐるぐる回してたら自分にとっても他人にとってもいいことをやるようになりますとアドラーは言います、えー、人はね意義ある人生を生きたいと思ってると、ね、でなんだけどあれやっちゃいけないこれやっちゃいけないとかお前はあれができないこれができないとかこうすべきとかこれすべきじゃないとかいろいろ言われると、ね、自分で学習しながら勇気を持ってやる気を持って、ね、で自分が楽しくで人の役に立とうっていう方になかなかいかないと。 だから任せて信じてやらせてみてくださいと。でこの「ジータ」の観点で振り返らせてあげてくださいと。でまあでもね多くの人はこういうふうに育ってないからじゃあもう、えー、そういうふうに育ってこなかったら無理なのかってそんなこともないんです。今からでも 自自分分としたららね自分にやらせててあげてくださいどんな小さなことでもいいから自分がやりたいことをやらせてあげるで振り返って自他にとってどうだったかあ自分にとっていいのだったらもっとやってくださいただ他人に迷惑かかってるんだったら少しやり方変えるしねで自分にとっても OK で他人にとっても、まあ、少なくとも迷惑かかんない願わくば何か役に立つような方向に。 しかも短期的じゃなくて長期的にで構わないしむしろ長期的なこともイメージしてみた方がいい。やってみたことが長期的に自分にどう影響するのか長期的にどう他人に影響していくのか、ね、でそういうことを振り返りながらじゃあどうしようって言ってまた次の行動を起こしていくそうすると人間は必ず自分の興味に基づいて何かをやりながら自分を開発していく可能性を切り開いていく方に行くしでどっかで他人に。 勇気づけしたり他人のこのこ邪魔にならならいそしてもっと言えば他人に貢献するような方に、ね、進んでいくっていうことです。で少しずつででいいんです大切なのはやってみて振り返ってあなんか気が付いた学習したやれるって効力感が増えていくともっとやってみたくなりますから特に勇気がくじかれて全然動けなくなっちゃってる人というのはちっちゃなことでいいからやってみるやめてみるでもいいんですよ何かやってたことやめてみる。少し自分で主体的に 意識的に決断をしてみて、てて、てみみ振り返ってみて何か学んで、効力感が生まれてくる。そうするとこのサイクル回したくなるから「効力感」というのは自分はできるやったら何か小さなことかもしれないけど影響を与えられるんでこのサイクルをたくさん回して成長していく。ね、で成長すればするほど自分を発揮できるようになるし人の役に立てたり喜ばれるようになるこのイメージね。 そしてこのサイクルを回すすプロセスが勇気づけなんですよだからあなたがしてる声がけがこのサイクルを回して効力感を持ってもらって成長していくにつながってるかどうかを観察してくださいつながってるとしたらこれ勇気づけですでプラス課題の分離ねみんな自分の課題にこれで取り組んでいくってことです自分自身を成長させていく自分自身を開発し発揮していく人の役に立っていくをみんながやればよくて人のことは人のこと で、その人が自分の課題に取り組めるように自分の課題に何かやってみて振り返りながら取り組んで自分の人生を充実させて世の中の役に立てるように関わっていくのを勇気づけと言っているということです。えー、ご理解いたただけまましたでしでででょうか参考までそれでは